こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、お金が逃げる悪習慣7選っていうことでね、ちょっとね話していこうかななんて思います。最近ね、ちょっとね、ある方のねショート動画っていうか、インスタグラムのねストーリーズっていうんでしょうかね、なんて言うんでしょうかね、短い動画で、まあそのね、お金持ちの方がね、まあいろんな何々線、何線みたいな、お金持ちになる5線とかね、そういったものをね、配信してるのがちょっとね、ハマってしまってまして、その中でね、まあお金が逃げる悪習慣7線っていうのがね、ちょっとね、自分にね、当てはめあると結構ハマって、当てはまってるな、なんてそんなこともね、思ったのでね、ちょっとね、それをね、紹介しようかな、なんて思います。まあね、ショート動画なんで、まあ、そのね、項目だけポン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 ってね、こう話していくんで、内容っていうのはね、本当にないんですけど、その7つ、あ、雷がちょっとね、鳴り出しちゃったんで、ちょっと音聞きづらかったら申し訳ございません。そのね、7選、ちょっとね、まあ、そのね、項目に対して自分はね、こんな気持ちだっていうのをね、話していこうかなと思います。まず、1つ目、コンビニが友達っていうことでね、まあ、コンビニっていうのはね、便利な分、まあ、高いですよね。まあ本当にね、スーパーの、まあ、ペットボトルのジュースなんて140円とかねするんですけど、スーパー行くとね60何円で同じものが売ってたりねするっていうことで、やっぱりねコンビニは高いし、まあ行くとね自分はね、まあ、甘いジュース、今はねちょっとね飲んでないんですけど、ミルクティーだったり、ホットスナック、お腹空いてなくてもね、なんかね、レジ横の、ホットスナック買ってしまったりとか、本当にね、余計なお金もね、使ってしまうし、物もね、高いですよね。そう、なのでね、コンビニが友達って人はね、まあ、お金がね、逃げていくっていうことです。それで二つ目はね、暇さえあればスマホゲームをしているっていうことなんですが、まあ自分ね、スマホゲームをほとんどやらないんですが、今もね、ちょっと言ったように、まあ僕はね、最近YouTube のね、ショートにちょっとね、ハマってしまって、こう暇さえあればずっとね、見てしまう。それでね、内容っていうのは、まあ、こういうね、学びになる、そんなね、自分がアウトプットできるような、そんな学びになるのだったらね、いいんですけど、なんかね、まあ、くだらなくはないですけど、こう、自分がね、好きなのはね、朝倉みくるさんのね、なんか、なんていうんですかね、喧嘩道みたいな、なんか、そういうね、なんか、荒くれ者たちがね、こう集まってきてみたいな、そんなのね、ちょっとね、最近ね、ちょっと暇さえあればね、こう、っていうか、こう見てるとね、そればっか、一回見ちゃうとそればっか出てくるのかな、それがね、ずっと出てきてね、それをね、一個ずつね、見てってしまうっていうような、そんなね、ことで時間をね、無駄にしてしまってるんですが、それっていうのはね、結局、まあ、1円のお金にもならないですよね。学びの動画とかだったらいいんですけど、まあ、スマホゲームなんかもね、結構ね、こう、面白くなってくると課金、必ず課金しなければその先進めないとかね、そんなことがあって、まあ、結局はね、やるのもね1円のねお金にもならないし、結局はね課金とかでお金をね無駄に使ってしまうんじゃないかななんて思います。はい、それで3つ目はね、本を全く本を読まないっていうことで、まあ学ばない人っていうのはね、搾取される人生を過ごすっていうようなね、そんなことを言っていたんですけど、まあそのね、学びっていうのはやっぱりね、本を読むっていうのは自己投資っていうことで、自分はね本当にね活字がね大嫌いで、なかなかね本を読むの買ってもね途中まで読むんですけど、最後までね読み切るっていうのがねなかなかない。まあ、心理カウンセラーマサさんのね本もね何冊かね買っても、まあ一回はね、まあまずは読むんですけど、まあ頭にねほとんど入ってない、本当は2回3回ね読むことによってどんどんね自分のものこう身になっていくんですけど、本当にね読書が嫌いで、本当にね読みかけの本っていうのもね大量にあります。買っては見るものの読まないっていうことでね、結局ね学ばないとね、まあ搾取される人生を過ごすっていうことなので、まあ本を読まないと、まあお金が逃げていくっていうことです。それで4つ目はね、部屋が汚いっ
ていうことで、まあ、部屋がね汚いっていうことは整理整頓ができない人っていうのはねやっぱりね、管理能力がないというふうにね言っていたんですが、まあ自分ね本当にね自分の、まあ、部屋っていうか、まあ、家の中ねちょっとね見せられるような状態じゃない、まあ、結構ね金運の時にね部屋が汚いとかそういったものをね絡めて話すんですけど、そういう話をしておきながら自分の部屋がねまだね、まあ、人にね見せられるような本当にね人を招き入れられるようなそんなね部屋ではないので、ちょっとねこの辺もう耳が痛いなって思いながらね聞いていたんですけど、まあちょっとですね今ね片付け始めてもうね人生もね半分以上今もう過ぎているんで、そろそろね、まあ、身の回りを軽くもっとね軽くしていこうかななんてそんな風にもね思っているんで、片付けちょっとずつね始めてはいるんですけど、ちょっとねこの辺もね耳が痛いなぁなんて思います。それでね整理整頓って今話が出たんですけど、整理っていうのはね、まあ、不要なものとね必要なものをね分けて、不要なものはね処分するっていうことで、整頓っていうのはねその必要なものをまああるべき場所にね置くっていうことで、何がどこにあるかっていうのをね把握できるようなそんな状態にまでね持っていかないと整理整頓ってねっていう風にはねならないっていうことで、まあまずはね部屋をね片付けるっていうこともすごくねまあ大事だなぁなんてそんな風に思います。やっぱり汚いとね悪い気もね溜まって、気運とかそういったのもねやっぱり下がるのかなぁなんてそんな風にね思いました。はい、それでね5つ目、お金で時間を買う発想がないっていうことでね、やっぱりねまあお金よりね時間とお金、まあ本当にね比べるとやっぱりね時間の方がね本当に大事だなぁなんて思います。まあなんかね生きてると、まあいつまででもねずっとね今の状態がね続くようなそんな風にね思うんですけど、やっぱりね時間ってもう誰にでも平等に与えられて、誰でもね今ね死亡率 100% なんで、もう限りがあるっていうものなので、時間をね本当にね無駄にしたくないなぁなんて思います。まあやっぱりね例えば時間、お金より時間が大切っていうと、よくねお金持ちの方っていうのはね、まあ、タクシーをね、まあ、使ったりする、まあ、お金があるから使うっていう風にね自分らはね思ってしまうんですけど、実はそれね、まあ、タクシーの中、まあ、電車でね移動中ガヤガヤしてるところでね何かやるよりタクシーでねその時間も利用して作業したり、まあ、パソコン開いて何かやったりとかね、まあ、そういったことができる、あと電話とかもねタクシーならすることができるっていうようなそんなことをね聞いて、本当はねお金があるからタクシーを使うんじゃなくて、そういう時間を有効に使いたいからタクシーを利用するとかね、そんな風なね考え方、あとまあ新幹線とか飛行機を使うのもねそういうね理由で、まあ、時間をね大切縮めたい、ちょっとでも縮めたいっていうことで、まあまあ、お金があるから使うんじゃなくて、時間を有効に使いたいから、まあ、そういったものをね使うっていう風にね捉えてるっていうことで、やっぱりねお金で時間を買うっていうようなねそんな発想、そういったものをね持たなければまあいけないななんてそんな風にね思いました。自分はね安くなんかね東京行くにも新幹線使わないで鈍行で行こうみたいな、そんなね考えを、まあそのね鈍行乗ってる時間をね有効に使えるならねそれはそれでねいいかもしれないんですけど、まあ時間をね大切に使うっていうことはねすごいね大事だななんて思いました。それで6つ目、調べることが苦手。まあこれもね自分もねなんかねすぐねまあ聞きはしなくてね調べずにわからないものをわからないままにしてしまう、まあそういうねことにしたりとか、まあ例えばテレビの情報だけまあ聞いてそれをね鵜呑みにして、まあコロナもねどこまでが報道が本当かどうかっていうのもね全くねわからない、ツイッターとかねそういったのを見ると全くね逆のことを言ったりもねしている方もいて、まあそれはね自分でどっちが本当かのかな本当なのかななんて思うことをね調べたりするっていうのはね本当にね大事だななんて思います。まあ聞いた情報だけをね信じてしまうっていうのは本当にね危険なことで、まあこの間ねちょっとね自分もう本当に2日ぐらい前にねトヨタの社長がワクチンを打ってなくて、まあそれはね
なんかの陰謀だみたいな、そんなねことをね言ったって記事をねツイッターで見かけて、僕もそれ信じてしまって、家族にねトヨタの社長がねこんなこと言ってるっていうことは、コロナってね、あ、コロナワクチンってねやばいやばいのよみたいな、そんなことをね言ってしまって、それもね結局はデマだったっていう、まあデマのね記事だったっていうことで、自分はそれをね信じてしまった。何も調べず裏も取らずに、まあそんなね会見全く開かれてなかったっていうことで、もう豊川社長が会見開いてそういったことを言ったっていうようなのをね鵜呑みにしてしまってみたいな、なので、ね、聞いた情報だけまあを鵜呑みにしてしまうと危険だよ。もしねそれをね自分が拡散してしまったりしたら、もしかしたらねそれでね株価もねかなりトヨタの株価がね下がったっていう、そんな話も聞いて、まあ損害賠償みたいなそんなね話に発展したりしたら、自分もねもしかしたらそれにね当てはまってしまったかもしれない。やっぱりね何かこう疑問に思ったこととかね、これ本当かなーなんて思ったようなことは調べたりねするのって本当にね大事だなーなんて、そんなこともね思いました。はい、最後これねすごく一番大事って言ってたんですけど、物事を長期的に見れないっていうことは、何かっていうと、やっぱりねお金持ちになるにはね、もう宝くじでね一発当てようとかね、仮想通貨とかね、まあギャンブル的なものでね当てようとか、まあ自分って結構ねギャンブラーなね性格がねちょっとで、ね、あるっていうのもねあるんですけど、そうやってね、まあ、簡単にとかね稼げるとかそういったものにすぐね手を出してしまったりとか、まあ単発的な考えっていうんでしょうかね、そういうものにねまあすぐ手を出してしまって、なんかね簡単に稼げそうみたいな、そんなものにねお金を使ってしまったりして、結局お金を失ってしまう、まあお金がね結局逃げてしってしまうっていうことで、やっぱり長期的に見て物事を見て、例えばお金っていうのは信用っていうのは、信用っていうのはすぐつねこう作れるもんじゃないですよね。やっぱりちょっとずつね積み上げていくものなのでね、継続とかね、まあ、そういったものがねすごく大事っていうことをねよくね、まあ自分はねパンダ渡辺先生からね学んだりしてたんですけど、まあそういったね継続なのでね、 YouTube もね今3年続けていますけど、まだねちょっと今はねまだ積み上げていく段階っていうことで、まだまだずっとね続けていかなければいけないなーなんて、いけなければいけないっていうかね、まあこれ楽しんでねやってるんで、まあ続いていくと思うんですけど、まあすぐにね簡単にね稼げるみたいなね、そんなね思想っていうのはねやっぱりねちょっと危険で、お金がね結局は失っていく、まあ、宝くじでね大きく当たる人っていうのは本当にねわずか、本当に一握りのね人っていうことで、まあだからってね、まあそういった宝くじをねでもうお金持ちになろうなんてね思ってる人、こうもうそれをねもう狙ってっていう人はいないと思うんですけど、楽しみながらねやってるならねいいと思うんですけど、まあ、ただ本当にね簡単に稼げるよっていうようなね物詐欺的なものにね引っかかってしまったり、自分もねそんなこともね何回もで経験していますので、そうするとやっぱりねお金って失って、まあ、逃げられちゃったななんて、そんな風にね思うようなことなので、まあ長期的にね物事を 見るっていうことをねはすごいね大事だななんて思いました。はい、今日はねなのでね、お金が逃げる悪習慣7選っていうことで、1つ目コンビニが友達、2つ目暇さえあればスマホゲーム、3つ目全く本を読まない、4つ目部屋が汚い、5つ目お金で時間を買う発想がない、6つ目調べることが苦手、7つ目物事を長期的に見れないっていうね、以上7選ね、自分すべてねなんかね当てはまってるようなねそんな気もしてね、ちょっとねへこんではいるんですけど、皆さんもねなんかもしね当てはまることがあれば見直してみるっていうのはねすごく大事だなぁなんて思いました。はい、ではね今日はお金が逃げる悪習慣7選お伝えしました。はい、ではね今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。